はい。それでは科学の授業を始めたいと思いますえ。本日はセンターの2015年の問題ですが、なかなかね、これは主玉の名作という感じがいたしますけれども、何がだよと言われますが、素晴らしい。はっきりと、水素以外の原子ね、うん。これに関する記述として誤りを含むものを選べとね。うん、いう話をしておりまして、そうなんです。水素ね。 もちろん、メジャーなものとしては、うん。11h ね。まあ、軽水層。まあ、世の中の大多数はこれですよ、とね。いうことになってくるわけなんですけれども、これだとな、ちょっとまずいことがあるんですよ、という。まあ、そこら辺と、まあ、そう。これがもし、 なかったならば、どういう不具合が生じるのかね、この問題の選択肢ね。まあそういったあたりは、しっかりと考えていきましょう、というあたりです。じゃあまあ、つべこべ言わんと見ていきましょうかね。えー、というわけでそう、まず1番ですね。原子は、原子核と電子から構成されるとね。まあそうです。ど真ん中に小さい原子核がありますと。と で、それでもって、その、だいたい1万倍ぐらいな目方としてはね。まあもちろんそう、種類によってブレはありますけれどもね。そんくらいの電子核ね。まあこれに囲まれていますよという話になりますので、まあこれはそう、言ってることとしては正しいし、水素原子についてだって、11H についてだってさ、ど真ん中に原子核、周りに遠くに電子があるよというね。 それは間違いありませんというところです。で、それから次、2番どうでしょうかということで、原子核ね。これは、陽子と中性子から構成されると書いてあって、まあそうです。今回の問題としては、もちろんね、正しいと判断してくれて間違いありません。ただ、そうなんだよ。 やっぱりこの正し書きが生きてくるよということになりまして、11H ですよということは、中性子数を求めると1-1でもって0になっちゃうじゃないですかというね。話になりますから、下手にそう、水素原子を入れた話にしてしまうと、絶対中性子あるとは限らないじゃないとね。いうことになって、まあこれはそう。だからね、 時々ね、そういうね、ミス問題みたいなのもありますけれども、もう判断できません。だから、一般論的なことを言ってるんだとすれば、水素原子まで含まれていたとしても、まるでいいんだろう。だけど、すごく厳密なところね。あと、あるいはそう。これで、水素を含めて誤りの選択肢にしたい。それなんだとすれば、あらゆる原子核とかね、すべての原子核ね。 こういうものはそう、用紙と中性しか構成されているとか。まあそんな表現になってます。で、そうすると、まあなんだかんだと言って試験とは例外を問うものですからね。ただ一つの例外です。11H があるじゃないとね。まあそれによって罰を喰らいよという。まあそんな話になってくるわけなんですけれども、でもね、うまく作ってるわけよ。すべてのとかあらゆるとかね。 あとあるいは逆に一つも何々ないとかね。あまりにも強すぎる表現100%ですよ、0%ですよと。それをね、歌ってる選択肢というのは、大体間違いだと思っていいです。なんか例外って出てくるもんだからさというところいや、だからね、もちろんね、例外なくこうだというのに対しては、これは正しいとね、いうふうに判断しなくちゃいけないんですけれども、あれどうだっけかなと思うんだったら、 そういう強すぎる表現を含んでいるものね。これに関しては、まあ、多分誤りなんでしょうというふうに判断しといてもらった方がいい。で、あえてそういうものを入れないで済むように、最初から水素以外とかやってるんだよ、この問題は。さすがですね。で、そして次。3番ですが、なんかもうさっき言っちゃったなって話になりますが、はい。原子核の大きさね。 これは原子の大きさに比べて極めて小さいとね。だからそう。教科書に例えとして出てますけれども、野球場のど真ん中にピンポン玉を置いてきましたとね。で、そしたら、ピンポン玉が原子核だとすれば、野球場が原子全体ね。要するにそう、電子核まで含めた大きさよと。で、それでもって、今度そう。野球場が原子核なんだとすると、 原子全体は地球の大きさですよとかね。まあそんなことはよく言われる通り、全然大きさが違うのですよという話です。で、それから次ね。4番。原子番号と質量数は等しいとね。うん、言ってるんですが、なんかものすごく怪しくねって話になりますが、はい。原子番号っては容子の数と等しいですと。で、そして、 原子ということは、電気的に中性ですよという話でもありますから、電子の数というのもさらに等しいですと。で、そして、これも思い出しておいてくださいね。質量数ってやつ。これは、原子番号と中性子の数の合計ですよと。いいお話ね。っていうことなんですよ。ほらほらほら、また出てきた、出てきたって話ですが、うん。 水素以外の中性子を持つ原子ね。これなんだとするとそう。質量数というのはそう。中性子の数が足されている分だけね。間違いなく原子番号よりは大きくなりますよとね。いう話になりますのでな。結局4番ですよというところでした。で、さてさて。 まだ終わりじゃねえなっていうことになりますけれども、5番ね。原子番号が同じで、中性子の数が異なる原子同士ね。これはそう、互いに同位体であるとね。うん、いうことで、まあそう、まさしくこれが同位体ということで、でそう、水素原子に関しても、11H、21H、さらに 31H ね。31H はめちゃくちゃ少ないですけれどもね。 まあてな感じで、同位体というものは間違いなくありますよという、うん。まあそんなお話にはなるんですけれども、まあね、引っ掛けとしてはそう。同位体じゃなくて同素体になっているとかね。まああそこら辺は古典的ですけれども、やっぱり似ているだけに引っ掛けとしては作っていきますのでご注意をというところです。でまあ一通りですけれども、そうなんですよ。水素以外というふうに最初に宣言していたのですけれども、 ちゃんとね、水素を除外した意味がある選択肢ね。これが結局答えとして選ばれるものだったじゃないですかというね。まあそこら辺味わって、ちゃんとね。あ、こんな短い問題文ですけれども、たった一言水素以外ね。これを見逃してたら大変なことになるじゃないという。まあそこら辺、今一度意識して見返してもらえと、なおのこといいなというところでした。 じゃあ、そんなあたりで本日の授業お疲れ様でございました。はい、本日の授業いかがでしたでしょうかあ、面白いな、わかったなと思っていても、1週間、2週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。